こんにちは、鈴川彩子です。ひたちです。ときです。本日はですね、鉄おもさんの編集部に、お邪魔したら、なんとこちら、じゃじゃーん、今年3月発売予定の新しいプラレール機関車トーマス、ケンジとトーマスの追いかけっこセットが、撮影用でね、特別こうサンプルが置かれておりまして、今日はなんと私たちこちらのセットで遊ばせていただけることになりました。やったー。でさ、この中にさ、ケンジってさ、新しい仲間なんですか？そうなんです。こちらのケンジという新しい仲間、今年の春に公開予定の映画機関車トーマスおいでよ未来の発明賞というね、作品で初登場する、キャラクターになっております。今ねもう予告編なんかでねちらっと映ってたりするんですが、そうで、もう早速やっぱり映画のね公開春ということで、今年のこう3月発売予定のね新しいプラレールでもこうメインというかね、目玉としてこのケンジのプラレールが出ちゃいます。で今回まあケンジだけじゃなくてトーマスの方もね一緒にこれ同じセットに入ってるんですが、このトーマスもほら見て、ちょっとなんか今まあこちらまだねサンプルをお借りしてる状態なので、あの製品はちょっと変わるかもしれないんですが、なんか見てトーマスのさ、車体なんかすごい速そうじゃない？これブレーキよ、ブレーキ、あ確かにちょっとなんか火花が散ってる感じがするね、すごいスピード。あとこれはそうなの、これ私ももちろん映画は見れてないので、正確な、ね、情報はちょっと分かってないんですが、映画の中でトーマスが、こんな感じで引っ張るジェット貨車というジェットエンジンみたいな感じかな、ね、とにかくすごいね速いスピードが出しそうなねジェット貨車、これもこのプラレールでね再現されております。セットの中には今ここにあるレールですね、こうちょっとまあシンプルにオーバルでね、いけるレール、そして駅が入ってますが、これも、まあ、もちろんまだサンプルの段階なのでどうなるか分かりませんが、ここ今ちょっとねウルフステッド城の、これウルフステッドキャッスルって書いてありますよ。でさ、上見て、今回のね映画の内容がソドン島で未来の発明賞というね、まあ、賞が開催されるということで、まあ、その中のねこのほらなんかこう出てくる新しい発明品だったりとか、ね、すごいここら辺もちょっとそういうイベント仕様になってる感じが今これねシールで再現されております。なんかさ、そうこれさ、特急列車みたいだね。まあそうだね、特急もそうだし、やっぱり日本といえば新幹線みたいなね、イメージでやっぱりデザインされてて、とにかくねもうすごく速い。ここ見て後ろが、あれこんな感じになってるの、これちょっと初めてじゃない？プラレールでなんかここ、こうなんかカバーじゃないけどちょっとこれ衝突防止みたいなさ、なんかさ形状になってるの、一両編成みたいなね。そうそう、まあそうなのよ、完全に連結はできない仕様になってます。実はこのケンジはじゃ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 プルバックで走ります。しかもこれ速いよね。そう、おー、あ結構軽く引いただけでもすごいすごい。やってみるよ、どうぞ。よっしゃ、ほらすごい変な顔しない、フルバックで、あすごいすごい、一周はしましたよ、チックが引いて、お、すごいすごい、二周目いく、頑張って、あ、くじゃたプラレールでフルバックのメイン車両っていうことなので、まずね、すごいいい点としては電池がね、いらないって、電池の入れ替えがいらない、聞いてね話した時のこのスピード感、これなかなかね早い、早いです。時もできる、そうそうそう、上手上手、バイバーイ、ね、力はね特にそんなにいらないので、ほらほら結構走るよ、トーマスのとこ行った、ね、後ろに引っ張らなくても手でこう手転がし、手転遊びですね。プラレールでもほら手転シリーズあるけど、こんな感じで普通に進めることもできます。ケンジが動けなくなってもトーマスが押してくれるんじゃない？ほらほら、すごい、さっきのあの後ろの特殊な形、トーマスがなんか助けてあげてるみたい、動けなくなったケンジを。まあやっぱ似てるよなっていう感じで、ちょっとねこれ
並べてみたいと思いますが、まあやっぱり日本のね、うん、イメージ新幹線ね、すごくケンジにもね反映されてるんじゃないかなとは思います。どうでしょうか。3、2、1、まずはケンジから。ほい、お、早い、トーマス、おー、あ、すごい、全然違うスピードが、ほらほら、早い、ケンジ早い、あ、ケンジがトーマスに追いついちゃうよ、頑張って、あ、と思ったら、と思ったらケンジがここでかまった、あー、ここまで止まっちゃった。でもさ、おー、トーマスが押してくれてる。これさ、ケンジ引くほどさ、スピード上がるの？そうそうそう、でもまあ、どうなんだろうね、もちろんこの距離とかね、引くどれぐらい引くかでもスピード感っていうか、どれぐらい走れるかが変わってくると思うけど、なんかトーマスが助けてあげてる。待てー、あ、もしかしてここで非電化区間になっちゃったんじゃない？ほら、あ、しまった、電気がないと動けない。あ、トーマスが押してあげてる。やったやった、これならいける。ありがとう、トーマス。ケンジよ、ケンジよ、ヒューゴじゃない、ヒューゴじゃないよ、ケンジよ。わあ、今日はソドットで未来の発明ショーが開催されるんだ、楽しみ。どんな発明があるんだろう。あれ、うわあ、誰、はやーい、あれは誰、ちょっとちょっと、君、君、君、よう、こんにちは。ねね、君、名前教えて。すっごく早いね。僕はケンジだ。日本から来た電気とモーターで動く超特急車両ケンジだ。すごい、かっこいい。だから見てよ、このスピード、ビュン、速い、かっこいい。僕もあんなスピードで走ってみたいな。おい、ケンジ、見て見て、ジェット貨車を引いてるんだ。おー、すごい発明品だ。これで僕もケンジみたいにすごいスピードで走れるんだよ。よし、じゃあトーマス、競争しよう。いいね、競争しよう。よーい、スタート。待って待って、うわー、僕も速いけど、やっぱりケンジは速い。よし、このままゴールだ。あ、しまった、この先は架線がない。ということは電車の上は走れない。しまった、あー、やっぱり速いな、ケンジ。あれ、ケンジどうしたの。わー、トーマス、ありがとう、してくれて。僕は架線がないところだと、電気がないと走れないんだ。ありがとう、トーマス。機関車の君もとっても素晴らしいよ。よーい、どーん、イエーイ。わー、ケンジ早い。ケンジが大変、今行く、ケンジが、よいしょ、あ、ありがとう、トーマス、ありがとう、すごい、わー、ウルフステッドキャッスル、ウルフステッドキャッスル。わ、ここにも駅があった。めっちゃ駅ある。わ、さあさあ、未来の発明ショーが始まります。さあ、ということで、今年3月発売予定の新しいプラレール、機関車トーマス、ケンジとトーマスの追いかけっこセットを、一足先に遊ばさせていただきました。で、うん、ケンジ、うん、すごかったね。ね、そうだね、ケンジで、ね、やっぱりこのプルバックで、トーマスもね、早かったんだけど、そう、しかもね、このジェット貨車も積んでてかっこいいけどさ、やっぱりケンジ ね、新しい仲間だし、このプルバックで走るし、スピードもすごく速くて、で、まあ、デザインもね、我々日本人に結構馴染みのあるね、形だったりとか、まあ、お名前もね、日本から来たケンジということなので、うん、おいでよ未来の発明ショー、こちらのね、本編を見るとやっぱりよりね、このケンジたちのこともわかりますし、ストーリーも楽しめますので、ぜひぜひ皆さんもですね、まあ、映画を見て、このプラレール買って、
いろんな映画の再現だったりとかね、新しいこのケンジたちと一緒に遊んでみてはいかがでしょうか。ちなみにですね、今回私たちが遊ばさせていただいたこちらのプラレールは、まあくまでね発売前のサンプル品ということなので、細かい仕様なんかは、変わる可能性がありますので、そのあたりはねちょっとご了承ください。こちらのプラレールの紹介は2月1日発売の鉄王も3月号の、紙面の方でもね詳しくご紹介されてますので、ぜひぜひそちらでもよくチェックしてみてください。はい、はい、ということで以上、3月発売予定の、プラレール機関車トーマス、ケンジとトーマスの追いかけっこセットで遊んでみたでした。ありがとうございます。ケンジとトーマス